VF-1 バルキリーは、マクロスシリーズに登場する架空の兵器。初出は、シリーズ第一作として1982年に放送が開始された、テレビアニメ、超時空要塞マクロス。ファイターと、バトロイド、両者の中間形態である、が多くの三形態に変形する、可変戦闘機。劇中では、主人公、一条光が所属する、 地球統合軍の主力機として登場し、敵陣営である、ゼントラーディ軍と戦う。以降に制作されるシリーズ作品でも様々な、改良機、後継機が登場することから、これらの機体の始祖として扱われる。相性の、バルキリーは、北欧神話に登場する女性の半身、ワルキューレの英語名。実在の試作戦略爆撃機、XB-70 から、 作中で VF-1 の愛称に引用された。デザインモチーフは同じく実在するアメリカ海軍の戦闘機 F-14、トムキャット。以降の VF シリーズも慣例的にバルキリーと総称されるが、本項目では VF-1 とそのバリエーション機のみについて記す。メカニックデザインは以降のマクロスシリーズ製作の中心的存在となる。 川森正春。レゴで構築された VF-1 人型に変形するアニメのロボット兵器の中でも、実在の航空機に近いファイター形態と、そこから手足を展開したガウォーク形態という斬新さから視聴者に人気を博した。当時のロボットアニメでは、主人公機は高性能で強いのが当然だったが、VF-1 は、 形状や色の違いこそあれ、基本的には大量生産された量産機であるという設定も斬新だった。物語や設定を一部変更した劇場版、超軸要塞、マクロスアイ、覚えていますかでは、宮武和隆によってディティールアップをはじめとする設定のリニューアルがなされている。根強い人気を持つ機体で放送開始から28年が経過した2010年に、 マクロスエースで行われた人気投票でも VF-1J が3位、VF-1S が4位を獲得した。2019年に NHKBS プレミアムで放送された発表。全マクロス大投票のメカ部門ではテレビ版超時空要塞マクロスでロイ・フォッカーが登場する VF-1S が第2位となり、他にもテレビ版 劇場版に登場する機体がベスト10以内に3期ランクインしている。2021年3月20日から4月2日にかけてネトラド調査隊が実施したアンケートあなたが一番好きなマクロスの VF シリーズはでは VF-1 が2874票中800票を得て第1位となった。ネーミングのモチーフとなった。 XB-70 バルキリーデザインモチーフとなった F-14 トムキャット。川森正春は、双発エンジンの間に両腕を収納する変形方法を見つけた。スーパーパックのモチーフとなった F-15 イーグルのコンフォーマルフューエルタンク、マクロスシリーズのメインクリエイターである、スタジオヌエの川森正春が、宮武和隆の協力を得て、 約2年をかけてデザインした。原案は、飛行形態を持つ変形パワードスーツ、つまり、衣服や鎧の延長線上の位置づけで進められており、初期デザインの、ブレストファイターまでは、アニメロボットらしい、角張ったデザインであった。しかし、当初スタジオヌエによる、ハード SF アニメ企画、ジェノサイダスを通すためのダミー企画として用意され、パロディギャグ色の、強かった。 マクロスの原型となる企画が本命となったことに、伴い路線が変更され、舞台となる宇宙戦艦の腕部に用いられるのが、本物の空母という設定になり、これに合わせて、ブレストファイターのデザインもリアル志向に転じた。そして両腕の収納砲を F-14 からひらめいたことをきっかけに、極めて原容器に近いフォルムの完成に至った。 一般的に F-14 をモデルにロボットへの変形をデザインしたと表現されることが多いが実際はロボットからリアルな戦闘機形態を生み出したアプローチであったと言える。さらに玩具の試作過程ではジェノサイダスで日の目を見なかった二足歩行兵器のアイデアも導入されかつてない三段変形のメカニックデザインが誕生することになった。しかし 完成したデザインも、スポンサー受けは悪く、飛行機と宇宙戦艦は、売れた試しがないので、やめてくれと却下される。困った川森は、渡辺技研の協力で実際に変形する、モックアップを制作する。この出来が非常に良かったため、スポンサーからの承諾を得ることに成功する。VF-1 が変形することは、 放映開始直前のアニメ誌の記事で、ガウォーク形態が発表されるまで伏せられており、初放映時の第1話、第2話を合わせた1時間スペシャルの前半ラストで、リアルな形状の戦闘機形態から、ロボット形態に一瞬で変形するシーンが、板野一郎の作画で描かれた。なお、この1時間スペシャルのオープニングでは、ファイター形態から、 バトロイド形態へ変形するカットの作画の一部が間に合っておらず、本編のブリッジの女性クルーたちのカットを流用していたが、ファイターからガウォークへの変形とバトロイドに変形しながらリガードを破壊するまでの部分は描かれており、本編中で変形が初公開されたという事実はない。このリアルな戦闘機がロボットに変形するというコンセプトは、 続編やゲーム版などに登場する後継機種に受け継がれ、川森のライフワークとも言えるものになっている。スーパーロボット的な懸念ミと、兵器的なリアリティという相反する要素を備えた VF-1 の変形機軸は、ロボットアニメのデザイン史上に、画期的な功績を残した。SF アニメで、初めて、航空機を主役メカとしたのも本作である。さらに、 従来のロボットアニメになかった要素ということで、追加アーマーとミサイルポッドを装備したアーマードバルキリーがデザインされた。また、VF-1 は F-14 と似ているため、独自の形状の機体を作りたいということから、スーパーバルキリーがデザインされた。アーマードバルキリーでは変形ができなくなったため、その反省からスーパーバルキリーでは、 変形機構を阻害しないようデザインされている。これらの追加パーツは、タカトクトイスからバルキリーの可変トイの試作品が届いた段階で、川森が発泡スチロールを用いて作成することにより実現した。ゼントラーディ軍との第一次聖艦対戦において活躍する地球統合軍の主力可変戦闘機。航空機型のファイター、鳥型のが多く、 人型のバトロイドの3形態に変形する VF シリーズの初代量産機であり、優れた汎用性と発展性から傑作機として高く評価されている。外観は20世紀後半に配備された環状戦闘機 F-14 トムキャットに似ているが、バトロイド形態の前高に合わせて設定されたため、ファイター形態時の前兆も、 デザイン元となった F-14 より5メートル近く短縮されている。F-14 と同じく主翼には速度に応じて最適の要項比を得られる可変翼を採用。これはバトロイド形態時に被弾面積を減らす利点もある。可変翼特有の空力重心の変化には機体パネル上のスリットから 境界層流を吸い込むことで調整を行う。水力変更二次元ノズルで上下方向の軌道制御を行うため水平尾翼は不要となった。機種は宇宙空間での生存率向上を図り胴体から分離しサバイビングセルとして機能する。分離したコクピットはガンポッドのようにバトロイドの腕部に装着することが可能で ファイターやガオーク形態への変形にも支障なく、そのままの空輸送が可能となっている。腕部には、小型の補助マニピュレーターが内蔵され、磁器や遊軍機の自動修理プログラムを備えている。手機の熱核反応タービニエンジン FF-2001 は、VF 計画の全領域性能の根幹となる、 新技術であり、推進剤を熱核エンジンにより高熱圧縮して噴射するため、空気が推進剤となる大気圏内では、理論上は、ほぼ無限とも言える、航続性能を可能にする。一方、大気のない宇宙空間では、水素などを強制推進剤とするが、変形機構に機内溶石を圧迫されたため搭載量は少なく、作戦移行動時間は高軌道モードで、 1> 約1分、通常でも約10分と極めて短い。その他の機動装備として、ガウォークバトロイド形体時の背部パックに、液体ロケットブースターを3機、機種や、脚部や、主翼端など機体各所に、姿勢制御スラスターを内蔵する。エンジン出力及び、空戦能力は、VF 計画発動当時の通常戦闘機レベルだが、新素材導入により、 大気圏再突入も可能な耐熱性と、機体強度を保持する。それでも、陸戦兵器としては、火力、走行の弱さとエンジンの大出力のアンバランスさが、運用面のネックとして疑問視されていた。航空機としては破格の強度だが陸戦兵器としては、脆弱、という VF-1 の子の対談防御性能は、長時空要塞マクロスオンエア当時の各種メディアでは、 公式設定として扱われており、アーマードバルキリーも防御力及び、余剰出力問題の解決策であるとされていた。しかし、その後の続編で、バトロイド形態時には、余剰水力を用いた、エネルギー転換走行で、格闘戦への備えが図られているという設定が、後付けされ、VF-1 やその原き VF-0 の、 走行脆弱問題はなかったことにされており、この問題が言及されることはなくなった。操縦系は、バトロイド形態とファイター、ガウォーク形態とで系統が異なっている。ファイター、ガウォーク形態は、従来の戦闘機に近い有志海国ピットで、メインコンソールは3つの全面モニターを備えた、グラスコクピットになっている。またガウォーク形態用の腕部操作グリップが、設けられている。 劇場版に登場する後期生産型では一面モニターとなり、他に、照準や敵機シンボルなどが、視界に直接3次元投影されているほか、バトロイド形態も加えて、サイドスティックとスロットルレバーが腕部操作にも、用いられる。一方バトロイド形態ではキャノピーが、防弾、防熱カバーに覆われ、視界は全て頭部カメラ映像のモニター表示に頼る、ことになる。 コクピットが機体前面の真正面に位置するため格闘戦闘では生存性に難がある。なお、バトロイド形態におけるパイロットの乗降脱出の際は頭部が前方に折れ曲がった後にシートがせり上がるようになっている。バトロイド形態ではほぼ人間と同様の動作が可能でブリー体感に乗り込んだマクシミリアンジーナスキが ゼントラーディ兵から奪った軍服を着て歩き回り、そのままガウォークに変形する場面がある。蒸気のほか敵ミサイルの誘導を拡乱させて回避するためのフレアディスペンサーを備えている。なお、巨大聖人との資金戦闘を想定して、開発されたにもかかわらずバトロイド形態での白兵戦装備はないが、ガンポッドのフレーム強度が高いため、 蒸気の通りドンキとしての使用も可能である。変形操作はテレビ版と劇場版では異なる。テレビ版では B、G、F と書かれた携帯選択レバーを下げることでバトロイドが多くファイターに変形する。ただし、これでは変形を行うためにはコントロールスティックから手を離す必要があるという欠点があった。劇場版では一体型のコントロールスティックが 変形操作も兼ねるようになっている。コントロールスティックを直立させた状態では、バトロイドに斜めの状態では、ガウォークに倒した状態で、ファイターに変形する。変形は全自動で行われ、各可動部の高速パルスアクチュエーターが、熱核反応エンジンからのエネルギー伝導により、加減速 G や空気抵抗に逆らい機体各ブロックの移動、組み替えを行う。 通常ファイターからバトロイドへの変形所要時間は約3秒。作中ではアクション演出によりほぼ瞬間的に変形するように描写されている。その一連の変形プロセスは以下の通り。エンジンブロックの下方転調、エアブレーキやスポイラーの作動により高速飛行からの減速を行う。両足の逆関節が長脚上に屈曲。 水力変更ノズルが開き、逆噴射で、さらに減速。この状態は、ガンオークファイターとも呼ばれる。尾翼が折りたたまれ、背部ブースターパックが前方へ180度、回転移動。機体下面の両腕ブロックが、主翼下に引き出され、ガンポッドが右腕に握られる。戦闘機に、手足が生えたようなこの状態が、ガンオークモード。機体上面が前後に分割。 胸部プレートが前方にスライドし、機種後部を覆う。分割部を支点に前後の機体が折り重ねられ、バトロイドの胴体となる。背部プレートの一部が開き、その空間を抜けて、機種下方の頭部が移動する。トラベルヒンジで支えられた、脚部全体が前方に90度回転。機種両脇のバルジに接合しバトロイドの腰部となる。空気吸入口はシャッターが閉じる。 可変主翼が最高体位置へ閉じられる。後継機に比べ VF-1 の変形プロセスは洗練されておらず、所要時間も戦場において実践的とは言い難い。しかし、用法次第では、ドッグファイト戦術に新たな可能性が明けることが、歴戦のエースパイロットたちによって証明されている。ファイターが多くから、バトロイドへの変形時の客部移動は、 設定通りに再現すればいわゆる組み換え変形になるが、独自解釈により取り外すことなく変形できるガンも多い。1999年地球に落下した宇宙戦艦から身長10メートル強の巨大異星人の存在が判明する。オーバーテクノロジーを用いた対抗兵器の一つとして空軍、海軍、海兵隊は高機動力と格闘能力を兼ね備える。 全領域可変戦闘機イコール VF 計画を発動した。艦隊防空、地上支援、特殊任務など、あらゆる用途を検討した結果、航空機と人型ロボットを融合する奇抜なコンセプトが創出された。航空メーカーのストーンウェル社とベルコム社の共同による本機の設計チームは、陸軍系のデストロイドよりも早く2001年2月に結成されたが、 前代未聞の新兵器であるために開発は難航した。動力系の新中州重工と陸軍系のセンチネンタル社の協力で2007年2月に試作機 VFX-1 が初飛行を迎える。当初、変形モードはファイターとバトロイドの2つで、ガウォークは変形中に無防備になることを防ぐための V トール着陸用の形態として想定されていたが、テスト中に 偶然ホバリングによる陸上での高速移動と、優れた安定性によるパイロットの負担軽減という、有用性が見出され、急遽機体設計に盛り込まれることになった。2008年7月には、マヤント沖のプロトカルチャー遺跡争奪戦において、限界までチューンした従来型エンジンを装備した、先行量3機、VF-0 フェニックスが、実戦投入され、 半統合同盟側の可変戦闘機 SV-51 と交戦し、その実践データは VF-1 の開発にも大きく貢献することとなる。正式採用型 VF-1 のロールアウトは2008年11月、マクロス新中式のわずか4ヶ月前だった。生産1号機にはデモカラーが施され、 統合軍の新型戦闘機として発表されたが、当初は人型に変形することは公表されなかった。1号機は、その後、頭部やエンジンを交換し、S 型の1号機となった。オーバーテクノロジーによる超高性能ゆえ、1機あたり、デストロイド20機分という陸上兵器としては、問題外の超高価格となったが、航空兵器の範疇で見れば、 さほど常識外とは言えないために、量産の妨げとはならず、マクロス進中まで2000機以上が実戦配備された。むしろ、在来機からの機種転換が課題となり、バトロイド形態の操縦に戸惑うパイロットたちが多かった。開発企業名に関して、作品世界での設定では、2007年から2009年にかけて、ストンウェルとベルコムが合併し、 ストンウェル・ベルコムとして本機の開発を推進したとされている。ストンウェル・ベルコムと新中州重工の航空機部門が合併したことで2012年には新生インダストリーが誕生したとされており第一次聖艦大戦後は同社が VF-1 の製造改良を行ったと設定されている。 2009年2月、第一次青函大戦が勃発すると、SDF-1 マクロスには、フォールド事故に巻き込まれた、攻撃空母、プロメテウス所属の航空部隊が配備される。主に防空迎撃任務につき、一条、光、ロイ・フォッカー、マクシミリアン・ジーナスといったパイロットの活躍で、マクロス捕獲を図る、敵艦隊や機動兵器の襲来を知りける、 対戦末期には宇宙専用の追加パーツを装備したスーパーバルキリーが投入され最終決戦の臨民名作戦では反応弾による対艦一斉攻撃で多大なる戦果を上げる戦後は新統合軍下で治安維持活動などに従事主力機の座を VF-4 ライトニング3に譲り2015年に生産終了となるが VF-4 が大気圏内領域を苦手としていたこともあって10年以上現役機として運用される。2020年以降は退役が進み民間へ払い下げられスポーツレジャー用とされた例も多いがアップデートにより2060年代まで配備されている機体もある。また VF-4 や VF-5000 スターミラージュなどの後継機も VF-1 の基本設計をベースに開発され、汎用機という思想も正当な後継機、VF-11 サンダーボルトに受け継がれることになる。50年後、AVF 計画以降の高性能機が現れる頃になっても、VF-1 は最も愛された機体として、抜群の知名度を持ち、相性のバルキリーは、 VF シリーズの代名詞として一般に定着している。基本設計を同じにし、カラーリングや頭部の違いで、キャラクターごとの登場機体の個性を出すという手法で、いくつかの派生型が設定された。劇場版制作時には、細部の設定をリニューアルしており、後に生産ブロックの違いという設定が付け足された。マクロス新中に、舞台配備が間に合うよう各社で、 平行生産されたため、同じ生産時期、ブロックでも使用に相違がある。主にブロック1から4までの初期型と、ブロック5以降の改良型に大別され、ブロック5以降は、大気圏外戦闘を主目的として、アビオニクス及びコックピットの大幅改造が行われている。ブロック4までの変形レバーは操縦系とは、 別個に設置されており、一瞬とはいえ戦闘中の変形にタイムロスを発生させる要因となっていた。ブロック後以降の改良型の操縦系は、変形モードがスロットルレバーと統合され、容易に瞬時の選択が可能となり、キャノピー内面に識別表示が立体投影される。また、機体を活用して練習用、偵察用などの派生型も生まれている。 劇場の大スクリーンでの鑑賞に耐えるように、ディティールアップされている。コクピットの設定も変更されている。指が角ばったものになっており、タッチセンサーが設置されている。ビキモト・ハルヒコによる漫画、超時空要塞、マクロス・ザ・ファーストでは、テレビ版と劇場版の設定を踏まえつつ、設定のリニューアルがなされている。なお、どの方もコクピットは、 劇場版と同様のデザインになっている。2040年が舞台の OVA および劇場版、マクロスプラスでは VF-11 サンダーボルトなどの後継機が登場し、VF-1 は退役が進んでいる。同作品では標的機として使用される機体として登場する。2045年を舞台とする。 テレビアニメ、マクロス7においても後継機の VF-11 が、軍の主力となっており、VF-1 は、主に民間への払い下げ品として登場する。マクロス30銀河をつなぐ、歌声の舞台となる辺境の移民惑星ウロボロスでは、移動や作業用に、民間の VF が多数流通している。一方で、これらを悪用する。 バンデットと呼ばれるものが後を絶たず、新統合軍や、SMS の他にも、ライセンスを付与されたハンターと呼ばれる自衛組織も、VF を使用している。2060年、惑星の各地に存在する、プロトカルチャー遺跡の異変により様々な時代から、バルキリーが召喚される。その他、惑星ウロボロスの SMS 死者には、プロトカルチャーの工場衛星があり、設計図と、 パーツがあれば、歴代の VF を開発、生産できるようになっている。オプションパックとして、スーパーパック、ストライクパック、ダブルストライクパックが登場する。西暦2067年を舞台とする、マクロスデルタに登場。書籍、バリアブルファイターマスターファイルシリーズ独自の派生型。VF-1 は運用の柔軟性を広げた結果、 作戦ごとの要求性能を満たさない点が課題となった。このため、開発当初から脱着、使い捨て式のサブシステムが計画され、新中秋重工によって開発された。これらの追加装備を受け、VF-1 は、真のマルチロールファイターとして評価されるに至った。ファストパックとは、現用戦闘機 F-15 の、コンフォーマル式燃料タンクの別名で、 ファストとは、英語で、フューエルセンサータクティカルの略で、燃料、および戦術センサーを意味する。従来型航空機の燃料を宇宙空間で必要となる推進材に置き換え、追加装備の印象から、劇中追加装備の命名として引用したものである。スーパーパーツ、または、スーパーパックとも呼ばれる。キャラクター商品としてもバリエーション展開が豊富で、高得ト,トイスの一。 55変形玩具は、高学年層にも支持され、シリーズ累計100万セットを超える大ヒット商品となった。これらの魅力から、後続の超時空シリーズをはじめとする変形メカブームが起こり、ロボットアニメの主流である、日本サンライズ系作品においても、番組後半から、飛行形態を持つ変形主役メカが登場する、パターンが見られた。 元バンダイデザイナーの野中剛よは、高徳の競合企業バンダイが1980年代半ばに多用した、閉じた状態から開く変形パターンの玩具について、バルキリーからの影響を指摘している。21世紀に入り、複雑なメカニックデザインが多くなってからも VF-1 の流麗なフォルムは人気を保ち、玩具、模型などで、 プロポーションと変形の完全再現を目指した商品化が続いている。2000年にはスケールモデルの長谷川がキャラクターモデル進出に際してファイター形態をキット化、後にスーパーバルキリーに続きバトロイド形態もキット化された。日本国外においてもロボテックの登場メカとして人気があり、トインミ社から各種商品が発売されている。 2013年6月29日にはバンダイより、可変とプロポーションを両立した、VF-1 バルキリーのプラモデルが発売された。川森は最も実機に近い VF-1 とコメントしている。また、テレビ版や劇場版に登場しないオリジナルバリエーションも展開されている。以下、オリジナルのバリエーション機。なお、高得ト,トイス時代に、 本商品のプロモーションとして、ルービックキューブの開発者である L のルービックが、川森付添いの下で、本商品第一弾である、VF-1J の市販商品の変形に挑んだ、ものの、客部変形以降へ進めなかった。米国版、ロボテック、マクロスサーガでは、VF-1 の改良型として、VF-1R が設定されている。テレビ版、 第32話の1カットに作画ミスから、トーブレーザー砲が3もある A 型が登場するが、ロボテック版ではこれを R 型と命名し、前イにはジャック・アーチャーという独自のパイロットを登場させた。後に、トイナミ社から完全変形玩具も発売されている。改造母体は VF-1A だが、VF-1J の電子装備を基本に、手法として、 東部中央に新設計の、ウェスティングハウスエレクトリック射製粒子ビームパルスカノン砲1問、副砲として、従前のマウザーー RV-20、対空レーザー砲2門を装備。なお、中央のパルスカノンのみ、自動追尾照準機能システムで、パイロットの操作とは関係なく独立して稼働し、レーダーに入ってくる敵機、またはミサイルを自動捕捉可能。 2003年に刊行された、ワイルドストームシャバンの漫画、星界からでは、反乱ゼントラーディ人の待ち伏せ攻撃で危機に陥った、ウルフ飛行小隊ジャック・アーチャーの指揮官機として登場し、リックハンターの VFX4 に救われる。1984年に、ハズブロ社の玩具展開で始まった、トランスフォーマーシリーズのラインナップとして、 タカトクトイス製の VF-1S の金型を流用したジェットファイヤーという名のキャラクターがごく短期間ながら日本国外のみで販売されていた。このジェットファイヤーはアニメ版戦え。超ロボット生命体トランスフォーマーにも航空防衛戦士スカイファイヤーの名で登場するがデザインは頭部を中心に大きく変更されており作中での登場期間も短い。 登場の経緯などは、スカイファイヤーの項目を参照。日本でのトランスフォーマーの玩ングは一部を除いて、ほとんどが宝製であり、ハズブロが販売していたものの宝製でない、スカイファイヤーは日本で販売されなかったが、後のシリーズで同名キャラクターの登場やリメイクは続いており、2008年から展開された玩ングシリーズ、変形、変形、 トランスフォーマーにもアニメ版準拠のデザインでラインナップされている。この玩具はガオークへの変形はできないが、バルキリーの頭部をイメージしたバトルヘルメットが付属している。ありがとうございます。